っちゃんでーす。ということで、連休最終日、ね、3連休のね、今からおきどきまたやってきます。それでは、行ってきます。はい、今終わりました。今日もね、2時間ぐらいかな、打ったのが。うん、今日はちょっとまた撮影があるんでね、ちょっと早めに切り上げてきました。で、結果なんですけど、
投資が1万2000円で回収が1万4000円で2000円の勝ちと、まああんまり面白くない結果ね。で今日はねとりあえず打ったのは一番最初に打ったじゃかかったやつっていうのが3台目で、その後なんだろう連チャンして結局飲まれたんか。うん、で、まあ、2台目、まあ、マイナスを取り返そうとして、まあ、うまい具合ね120ゲームぐらいで捨ててあったのかな、うん、でまあ早々とスイカ解除だったんですねあれで、そこから連チャンつながって、まあ、でも6連で終わっちゃったもんで、うん、まあ、もうちょっとあれねドキドキ入っとったような気がするんだけど、個人的にはね何とも言えないですけど、まあ、ちょっと引きがあんま良くなかったのかなっていうのでね、まあでもまあプラスになったので、まあとりあえずよしとしようということで、でまあ時間もないということで、まあちょっとやめてきました。で参考までにね1台目の方、1台目まあかかった方ねやつっていうのが、全然共通ベル落ちなくて、でまあある程度打ってちょっと捨てたんですけど、さっ、まあ、さっきっていうかね2台目終わってまあ一応右行ったら197でかかって、次8ゲームで天国っぽい感じで当たってたんで、わからんもんやね挙動っていうのは、ほんとわからんもんですわ。うん、おきどきねあんだけ共通ベル落ちなくてっていう風でも、で一発で天国上がってっていう風になってくるんで、だからまあ設定は関係ないっていうのは正直あるのかなとは思うんだけど、うん、まあ、だから勝負できるのかなっていうのもあるんですけどね。うん。ほんとちょっとわからんですね。うん。ただね、台はね、必ず下がっていくはずなんで、一日ね、タコ粘りしてやるような台ではないと思います。ちなみに、最後に打った台っていうのは、共通ベル、まあ、ぼちぼち落ちたんですけど、まあ、自分の中ではおそらくキスセットもしくはドキドキモード滞在で、まあ、現在通常 A だと僕は思ってるんで、まあ、1回はちょっと軽くはまるのかなって、まあ、もし本当に以来だったら200以内で一発でポーンとかかってそこから天国行ったりとかね、初当たりが早くてっていうパターンも望めるんでしょうけど、まあ今日はねまあもともとそこまで粘るつもりじゃなかったんで、まあ早々とね、まあ一応勝ちになったんでね、でやめてきましたんで、はい、まあそういう打ち方もありなんじゃないかなと思います。はい、じゃあね、また実践の方ね、今後もやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。